準備に携わっていただける方々と、まあ、ちょっと業者様も一部今回呼ばせていただいて、いろいろまだおぼつかない部分あるんですけど、皆さんにいろいろご協力いただいて、逆にご指導いただいて、どうにか1月16日開幕こけら落としをやらせていただきたいなと思ってますので、皆さんお力添えぜひよろしくお願いいたします。というのはちょっと事前でどれぐらいそのお客様が来てくれるかっていう確認をしながら、まあ、並べるか並べないかっていう判断は最終的に、選手側ですね、ロールバックでいいんですよね。だからすみません、2階僕養生って言ってたんですけど、1階に降りる動線はそこも養生いらないですか。はい、で今考えてる想定で言うと、ここだけですね、内履きなんで、椅子を並べるで、に椅子を並べるであろうエンドの A ブロック、B ブロック、C ブロック、そこある手すりは全部ある。そうか、ね、階段もつけてない。で、その板なくさない。本日のスターティングファイブの発表です。 We are Cyclone Broncos。 音楽聴きながらとうとうと喋るみたいなのがいいと思うの、はい、で選手も一人一人なんかバックグラウンドとか経歴しっかり紹介してあげて練習してる最中とかに、はい、どうですか、初めて会場見てみて。いや、なんかちょうどいい大きさで、音響さんもすごいこだわって、で曲も聴いてみるとめちゃくちゃいいじゃないですか。めっちゃいいじゃないですか。楽しみじゃないですか。今シーズンですね、埼玉ブロンコスのアリーナ MC を担当させていただきますゆうまろと申します。はい、この顔を見たらね、ゆうまろと大きな声で呼んでいただくとね、僕もね、呼んだってね、開幕しますんでね、ぜひ皆さんアリーナでお会いできたらいいなと思います。埼玉ブロンコスをみんなで盛り上げていきましょう。いいよみたいな空間にしよう。キッズスペースですか。俺テントいっぱい持ってるから。どうやら試合中子供退屈したらここで遊んでる。はい、上からビッグフラッグとか釣ります。あそこ多分釣れないですか、ね、寂しくないですか、ね、寂しい。フラッグどうですか、ご覧になって。あ、なんかいいサイズだなっていう感じが、手作り感満載でいくんで。いろいろ席の話もされてましたけど、なんか具体的にどういうアイディアがあるとかってなる。いや、野球でいうとこのボストンのフェンウェイパーク、レッドソックスみたいな、まあ、あれはすごいやっぱりその考え尽くされて行き着いた、お金もすごい使った挙句最後行き着いた野球の原点みたいな演出雰囲気作ってるんですけど、まあ、僕らは B1 とか B2 のチームみたいにお金かけて勝負したって、お金がそこまであるわけじゃないからできないんで、そうじゃなくて原点みたいな演出がやりたいんですよ。でだからこそ本当は無料でやろうと思って全部やろうと思ってたんですけど、まあ無料だろうが無料じゃなかろうが原点みたいな演出、基本バスケット見てもらって音を楽しんでもらって、だからその場にいることが楽しいみたいな、で子供たちワイワイ遊べますみたいな、まあ、そういうのをこのガランとしたところにみんなで、うちのスタッフで手作りで作ろうと思ってるんで、うん、楽しみしかないって感じですね。いや、これ以上でかいと作れないっていう。そうですね。いや、もうみんなあれですよ、もう泊まり込む準備して何日泊まるって、1月15の夜までみんな泊まるスケジュールさっき調整し終わったところなんで、はい、じゃあもうここで本当に開幕を迎えていくという形になるんですね。うん、そうですね、うん、いいサイズなんじゃないですか。いいねとチャンネル登録お願いします。